本番のピットバラレ5号艇宮地がすっと飛び出していきました。進入どうなるでしょうか。丸亀ブルーライター SG 第70回ボートレースメモリアル、いよいよファイナル進出をかけた準優勝戦、3つのカードが続きます。まずは1つ目の準優勝戦第9レース、1号艇峰竜太、2号艇石野隆之、3号艇森高一馬、4号艇深谷智博、5号艇宮地元基、6号艇馬場義也、以上6名の対戦です。本番レースインコースには赤いカポック、地元3号艇森高一馬が構えました。地元での SG です、負けられません。本番インを抑えた3号艇森高、少し間隔を置いて2コースとなりました。1号艇峰竜太、ワーストモーター立て直して、ここは準優勝戦1枠、しかし本番は2コース戦、センター3コースに2号艇石野隆之、ここまでがスローとなって本番レース4コースの角に5号艇宮地元基、安定感抜群のここまで走り、そして久々の丸亀、5コースに4号艇深谷智博、そして最後と6コースチルとプラスにしての勝負、6号艇馬場義也となっています。インの3号艇森田が100よりも深めの腰、第9レース準優勝戦、内から3番1番2番ラッシュ5番4番6番です。スタートしました。インコース2コース3号艇森高、そして1号艇峰がコースと1周の内枠、2コースが出ていく1号艇峰ですが、それでも先回りは3号艇森高、内がスマッとついた5号艇鶴見の6号艇馬場となっています。向こう上面に張りまして先頭争い、5号艇6号艇の攻防も、内がわずかに優勢は6号艇馬場、外から追走は5号艇宮津となっています。3番手2号艇4号艇並走状態、スタートは正常です。1周にマーク、内側から2号艇石野が接近もかわしていく6号艇馬場、その外から旋回は5号艇馬場、2番手ここは2号艇5号艇並走、内側から2号艇石野、外からは5号艇宮地となっています。レースは2周目1マークの攻防です。先頭は6号艇馬場、2番手握り合った2号艇5号艇、そして小回りは4号艇深谷ですが、ここで2番手リードを取ったのは2号艇石野となっています。3番手外から5号艇宮地、内側から迫ってくるのは4号艇深谷となっています。後方は3号艇1号艇、レースはこれより2周2マークへと移ります。先頭は6号艇馬場、そして2番手内側から5号艇宮地迫りますが、かわしていく2号艇石野が2番手がっちりキープ、そして3番手は4号艇5号艇再び接戦状態となっています。レースはこれより最終周回へと進みます。本番レースは3号艇森高がインコースを抑えていきましたけれども、1周の1マーク最内ズバッとついていきました。先頭は6号艇馬場、そして2番手は2号艇石野、3番手ですがわずかに外、優勢は5号艇宮地となっています。上位3艇は6番2番5番の体勢、後方4号艇1号艇3号艇でラストコーナーへと進みます。最終コーナーからホーム側です。先頭は6号艇馬場、2番手からは2号艇石野、そして3番手は5号艇宮地がわずかに優勢か、まもなくゴールとなります。先頭6番馬場ゴール、2着2番石野ゴール、3着1番峰ゴール、3番森高ゴール、後方アクシデントとなっております。お知らせいたします。5号艇宮地元基妨害失格、4号艇深谷智博は転覆失格、5号艇宮地は妨害失格、4号艇深谷は転覆失格となっております。